はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、絶対に老ける食べ物5選ということでですね、お届けしていきたいと思います。はい、まあ、先日はですね、ショート動画でですね、絶対老ける食べ物3選ということをお届けしたんですけども、それに2つ今回加えてですね、お届けしていきたいと思います。はい、まあ、僕もですね、全てをゼロにしているわけじゃないんですけども、まあ、この情報を知ることによってですね、やっぱりこの美容であったり健康をお届けしている人間立場としてはですね、なるべくこういう人たちをこういうものたちですね、人じゃないな、距離を置いていかないといけないということをですね、新たにもお届けしたいんですよ。もう過去の僕はですね、もうすんごい食べてたんですよ、飲んでたりとかですね。なので、今日はですね、僕の昔の自責っていうんですかね、自戒も含めてですね、新たにもですね、これ知っていただきたいということなんで、ぜひね、老けたくない方はですね、今すぐこれをですね、控えていこう、やめていこう、極力ゼロにしていこうということですね、配信していきたいと思います。はい、まあ、ショート動画でもですね、ちょっと被るんですけども、復習と兼ねてね、聞いてほしいと思うんですけども、まあ一つ目、はい、菓子パンです。はい、まあ、菓子パンはですね、小麦、酸化した油、添加物、一つもいいものが入っておりませんということですね。しかも体に必要な栄養素が全く取れないっていうほどですね、言っていいほど、もう全く食べる意味がないんじゃないかっていうぐらいですね、僕もショート動画でもお届けしたんですけども、菓子パンです。はい、で僕もね、菓子パン食べてたんですよ、昔も。菓子パンでね、お腹を膨らませるっていう行為だけですね、なんとかお腹を満たす、仕事の合間合間でですね、菓子パンをかじってなんとかお腹にこう食べてるっていう、その何ですかね、感覚の問題ですよね。まあそういうことをしてたなってね、僕もこの動画を配信しながら思ってました。なので菓子パンをね、すぐにやめるっていうのは難しいと思うんですよ、今からお伝えするものはね。でもね、極力ゼロにする、これを知っていただくだけでですね、やっぱ距離を置くっていうことが非常に大事だと思うんで、まず菓子パン毎日食べてる方はですね、一食ずつ減らしていくつもりでですね、頑張っていきましょうということですね、菓子パンを上げさせてもらいます。はい、で2つ目、はい、甘いジュースですね、甘いジュース。はい、で特に飲み物でですね、血糖値が上がるっていうものはですね、これ本当体に良くない、体を老けさせてしまうっていうものなんですね。で僕はですね、甘いジュース幸いにもですね、飲まないんですよ。昔のね、サラリーマン時代はね、僕はもう缶コーヒーとコーラの人間だったんで、よくね、上司や部下にも言われました。アンジさんの体はですね、もうパッて切ったらですね、コーラとかコーヒー出てくるんじゃないんですかぐらいですね、僕は飲んでは中毒でしたね。はい、もう完全に中毒でした。甘いジュース、缶コーヒー、コカ・コーラですね、ペプシも飲んでましたね。でも今はね、一切飲まなくなったんですよ。もうコーヒーはブラックだし、ジュースは飲まずに水やし、炭酸水ですね、あとはもうそれしか飲んでないですね。なのでやっぱ老けたくない、若返りたいんだったらですね、甘いジュースはですね、本当にやめてください。はい、でですね、次3つ目、これもですね、僕もぐさぐさ突き刺さりました。はい、ベーコンとソーセージ、はい、もうね、今じゃ有名ですよね、もう体に悪い、もう代名詞、加工肉です、はい、でこれは発がん性の、ね、疑いが強い添加物がたくさん使われているということで、やっぱりですね、このソーセージとか、もうなんていうんですか、このベーコンですね、こういうものはですね、なるべく食べない、もうね、ソーセージも美味しいじゃないですか。シャウエッセンとかですね、こうかじったらカリッって言ってね、あ、美味しいなって、今でもこう食べたいなってあるんですよ。あるんだけども、やっぱり自分が若返りたい、老けたくない、もうね、健康寿命伸ばしていけないんだったら、もうこれと距離を置かないといけないんですよ。本当にね、これ中毒の世界ですね。菓子パン、甘いジュース、ベーコン、ソーセージ、もうこれ本当ですね、もうやめてくださいね。やっぱりね、添加物がね、やっぱり非常にやっぱ体に良くないっていうのは、もうある程度皆さんもね、健康知識がある方はよくご存知だと思うんですけども、とはいえね、まあ、世の中ですね、添加物をゼロにするわけにいかないんですよ。もうこの時代ですね、昔の江戸時代とかですね、もっと前の時代だと冷蔵庫とかね、ない、保存するものがないじゃないですか。でも今はですね、保存して食べるとかですね、そういう時代じゃないですか。なので添加物をね、まあ、ゼロっていうかですね、極力ゼロにしようっていうのが僕の狙いです。なるべく食べない、そういうことですね。ゼロにしてくださいじゃなくて、なるべく食べないようにしてくださいっていうですね、僕のですね、このお届けなんで、今日からもう明日から不動心食べられへん、うわーってなるよりも、ちょっとずつ距離を置いていっていただけたらいいかなと思うんでね、ぜひね、若返りたい方はこの3つですね、まず注意してほしいと思います。で次からですね、これ、ショート動画でもお伝えしなかった、4つ目です。はい、4つ目、
すいませんって感じなんですけど、エナジードリンクです、はい、あの翼が生えるとかですね、モンスターとかですね、よくあるじゃないですか。僕もですね、もうモンスターはね、毎日飲んでました。緑色のモンスターなんですけども、もうね、あれはね、本当体に良くないなってつくつく分かるんですよ。翌日ね、すんごい疲れるんですよ。でその飲んだ瞬間はね、やっぱりね、もうめちゃめちゃテンション上がるんですよね。あれは何かというとですね、カフェインと糖が脳をね、ごまかすんです。脳をね、あの元気にさせるっていう、ちょっと勘違いの信号を送るみたいなんですよね。だからみんな結構あれを飲むとですね、よっしゃーみたいになるんですけども、後の反動がきつい、はい、今でも思い出します。もうね、モンスター飲まないと体がもう持たないみたいな感じですね。本当に悪魔に魂売るみたいな感じだったんですけども、やっぱエナジードリンク、これはですね、やめてください。もうこれもね、やめるの大変かもしれないんですけども、もうね、やめるべきです、はい、体がね、今若いうちはいいですよ。若いうちは全然応えない、全然影響は出ないと思うんですけど、40代ぐらいからですね、あれでってなってくると思います。体があれ動かへんなとか、あれちょっと思ったより自分がこう動いてるつもりが動けてないなとか、赤信号でわー危ないなーっていう時、こう点滅してる時、走る時とか考えてみてください。40過ぎて走れなくなりますからね、注意してくださいね。そういうことでですね、エナジードリンクとかもですね、飲んでいくと虫歯でいくんです。ちょっと話それましたね。まあ、虫歯でいくんで、これもやめてくださいってことです。はい、であともう一つですね、これはですね、超個人的な食べ物になるんですけども、僕こういうね、食の健康であったりとか体の健康、いろんなことで勉強していくと、僕ですね、この思ったのがカルボナーラです。はい、カルボナーラ、これね、めちゃめちゃ美味しいじゃないですか。チーズ、卵、スパゲッティね、もうこれ最高の食材、ベーコンも最高の食べ物なんですよ。僕も昔すっごい、もうね、カルボナーラ大盛りとかで食べてたんですね、昔は。でもね、ある日突然からですね、僕小麦っていうものをですね、ちょっとね、もう7、8年前かな、小麦っていうものに対してちょっとね、僕疑問を置き出したんですよ。パン食べ出してから、なんかこうアレルギーが強くなったんじゃないかなとか思うようになってからね、一回ちょっと試しにね、小麦を断とうと思って、そのグルテンフリーってやつで、いわゆる食べなくしたんですよ。で、好きなラーメンももう食べる量を減らして、今じゃ本当にね、月1回も食べないぐらい、付き合いでね、食べないか食べるかぐらいなんですけども、本当に食べなくなったら体が健康なんですよ。軽いんですよね。で、カルボナーラっていう食べ物をふと思い出した時に、ベーコン、小麦のスパゲッティで、何ていうんですか、添加物ですよね。そういうものを考えるとですね、あれ史上最強に近いぐらい体に悪い食べ物じゃないかなと思ったんですよ。特にああいう冷蔵でチンして食べるカルボナーラなんて、僕もめちゃめちゃ食べてたんですよね。で、僕はですね、そういうのを気づくと、あ、これはもう本当にちょっと体に良くないなということで、もうこれね、かれこれ健康意識が高くなって、もう7、8年ぐらい前からパンと変わったんですけども、まあ、そこからですね、僕もやっぱり食べ物にね、意識するようになってきました。どんどんやっぱりね、自分の意識を高めていくことによってですね、若返りであったりとか、アンチエイジングっていうことでですね、僕はアンチエイジングよりもやっぱり健康な体を い続けたいっていう思いがあるんで、なるべくその体に悪い食べ物をですね、と距離を置くようにしました。やっぱりね、体にね、悪い食べ物ってね、これね、結構美味しいんですよ。中毒性があるんですよね。まあ、そこら辺のこともね、もっともっと僕もね、お届けしていきたいと思うんですけども、今回はね、具体的にこの5つの食べ物、絶対これは老けるよっていう5つの食べ物を紹介させてもらいました。まあ、今日からでもですね、明日からでも結構なんで、ちょっとずつ距離を置いておきましょう。毎日食べてる菓子パンをですね、1日おきにして、3日おきにして、1週間にして、月1回とかですね、気づいたら来年にはもう食べていないとか、小麦のものもそうですね、パスタとかもそうですね、カルボナーラなんか僕もそうですね、過去の自分にお伝えしたいですね。もう今からやめよう、やめて、もう来年にはもうゼロにするつもりで、どんどんこう階段を踏んでいく感じですよね。いきなりゼロっていうのはですね、難しいと思うんで、ちょっとずつですね、自分のですね、体を健康にいたわりながら、ちょっとずつ距離を置いていきましょうってことですね。今日も終わっていきたいと思います。はい、まあ、今回のね、動画が良かったと思ったら、いいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。